はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、まあ、ここ最近何かと話題になっているマイナンバーカードの問題なんですが、2024年に紙の保険証を廃止する。で、マイナ保険証一本化していくっていうことで、まあ、それも相まってか、いろんなね、不備がね、多数出てきてるわけですよ。で、そんなマイナンバーカードなんですが、今回なかなか面白いのが出てきまして、こちらですね。マイナ交付、500万枚課題形状、死亡や返納の廃止分、実態と乖離というわけで、 えなんとですね、マイナンバーカードの交付枚数が500万枚も過大計上されていたっていうわけで、今結構さ、マイナンバーカードに不信感が募ってる人も多いし、なんか自主返納というか、そういった運動みたいなのもさ、ちょこちょこ見られるわけなんですけども、まあこれは個人的意見ですけども、やっぱりね、政府に対する信用なんて全くないから、こんなもんで管理されるのは嫌っていうことでね、返納するってことだと思うんですけど、まあそれに拍車をかけるように、今回は、 数字を改ざんしていたしかもその数500枚じゃなくて500万枚ってことやからさすがに意味がわからんということで今回はこちら見ていこうと思いますよろしくお願いいたします総務省が公表しているマイナンバーカードの交付枚数約8800万枚は取得者の死亡や自主的な返納紛失などで廃止された約500万枚も計上され課題になっていることが13日わかったカードの普及状況を知るための基礎データが実態と乖離していたことになり国民の不信感に拍車がかかりそうだ 同省は使用可能な有効カードに絞り込み、交付枚数を公表する方向で検討している。総務省のホームページで、毎月末時点などのカード交付枚数と人口に対する交付率の全国集計を公表している。4月末時点では8,786万5,814枚で、交付率は69.8%だった。マイナカードの廃止は国外転出や有効期限切れ、引っ越し後の手続き漏れによる執行なども原因。 総務省によると、カードの交付が始まった2016年1月から今年6月末までの廃止枚数は計約492万枚。集計時点が異なるが、単純に廃止枚数を差し引くと、交付率は4ポイント程度低下すると。というわけでね、まあ、とりあえずね、記事をざっくり読んだんですけども、まあ、やっぱ衝撃はこれですよね。課題計上していた枚数が500枚じゃなくて500万枚ってことで、 ま、ぶっちゃけここ最近マイナンバーカードのトラブルってちょこちょこあると思うんですけど、やっぱヒューマンエラーが起こすところっていうのもあると思うんですよ。もちろん元々のマイナンバーカードの運用方法と今が全然違うからこんなエラーが起きまくるというのもあるんですけど、当然人の手でさ、そうやって確認すれば、多少のミスは起こるかもしれん。でもさ、500万枚をミスってさ、これヒューマンエラーかって思ってしまいませんもちろん500万枚ぐらいのさ、ヒューマンエラーは起きる、ミスは起きるって言われたら、もうそうなんかっていうふうに思いますけど、 一応さ、これマイナンバーカードって一人一枚って計算すると、500万人分が課題計上されてるってことじゃないですか。で、500万人ってどれぐらいの数かっつったら、北海道の人口とかとほとんど一緒なんですよね。じゃあその人数分をカウント間違えたって言ったら、もう何も言うことはないんですが、僕はそんなこと起こり得るかなっていうふうには思いますけどもね。で、言うてもさ、これマイナンバーカードの交付枚数やから、別にさ、間違ってなくないっていう人もいると思うんですけど、累計の交付枚数を発表する意味って何があんのかなってちょっと思うんですよね。 ここでもあるけど、総務省のホームページでは、毎月末時点などのカードの交付枚数と人口に対する交付率の全国集計を公表しているわけですよ。だけど、累計だから別に問題ないと思う人は、この毎月末時点のカードの交付枚数は累計なわけでしょでもそれと一緒に人口に対する交付率っていうのも公表してるわけですよ。じゃあ今までの累計カード枚数と人口に対する交付率をさ、割ったって、それってちゃんとした数字にならないじゃないですか。 むしろそんな数字掲載する意味なくて、今どれぐらい所有しているかっていうその所有枚数が交付枚数ってことじゃないのって僕思ったんですけど、別に累計のさ発行枚数なんてどうでもよくない。記事でもあるけど、まあ取得者の死亡、自主的な変動、紛失とか、廃されてるさカードの枚数も全部累計加算していったら、そのうちさ人口を超えるわけですよ。でもその数字になんか意味あんのかなって。というかもう単純なんですけど、こういった課題形状する意味って何があんのかなって思うんですよね。 数字を水増しカウントして発表するっていう意味があったわけでしょ、まあ、それってやっぱり完全な印象操作じゃないのかなって思うんですけどもね。まあでもなんせちゃんとした統計を取っていないデータをさ、マイナンバーカードの交付枚数として発表していた。要は数字の改ざんなんてするカードに何の信用性があんのって思ってしまいますよね。だって今回の記事出るまでほとんどの人がマイナンバーカードの交付枚数が何万枚って言われても、それは使用可能な有効カードの枚数だったと思ってたと思うんですよ。 で、それに対して国民が何の割合で持ってるかっていうのでね、データで出てるんだと思ったら、そうじゃなかったってやから、もう自民党得意の数字の改ざんっていうのが、まあ、やっぱり案の定こういうことでも起きていたと。で、しかもその続きには、そういった有効のカードに絞り込み交付枚数を公表する方向で検討してるって、最初からそうせよって話でっていうか検討すんのかこれからみたいな。じゃあ、このカードの普及状況を知るための基礎のデータ、これに何の意味もなくなってくるじゃないですか。 今やってるマイナンバーカードのさ、運用方法って、いろんなものをこうデジタル化していったり、紐付けしていったりして、すごく生活が便利になりますよとかさ、そういう話やのに、それをやってるさ、大元の数字がさ、改ざんしていったってさ、そんなバカな話あんのかって思いますけどね。で、しかもさ、その課題形状の数が500万ってことやから、普通に考えりゃヒューマンエラーっていうよりも知っててやってんだろうなっていうふうに思いますしね。逆に言えば、500万枚課題形状してるのに、それを有効カードに絞り込んで、もう一回発表するっていうのも、それってちゃんと計算できんのかって話もあれば、 この500万枚の中には、取得者の死亡や自主的な返納、紛失っていうふうに書かれてるわけですけど、今割とさ、返納運動って色々あるじゃないですか。で、政府としても、返納運動をされてるけども、そんなに数ありませんよって言ってるけども、実際その数が本当に合ってんのかどうかもわからへん。もしかすると、返納枚数ってもっと多いのかもしれへんし、でもそれを印象操作っていうことで、ものすごく少なく見積もってるっていう可能性も否定できなくなってきたわけですよ。逆に言ったら、もう政府の発表してくる数値に、何の信憑性も持てなくなってきたっていうふうにも言えますしね。 だから政策だけでも、こいつら何言ってんのみたいな。咀嚼したら、だいぶおかしなこと言ってるんですけど、あくまでそれはデータとか数字が正しいっていう前提があるわけやけど、そのデータの数字が違うんやったら、もうどないもならんやろ。という感じで、このマイナンバーカードの交付枚数っていうのは500万枚課題計上されてたっていうのがね、ポンと出たわけですけども、まあそれはあくまで総務省の発表なわけですよ。これでもだいぶわーって言われてるのに、今マイナンバーカード等の指令塔ってどこかって言ったら、デジタル庁なんですね。 じゃあ、そのデジタル庁のホームページには、えー、マイナンバーカードの申請件数と交付枚数ってことで、今、8800万枚で500万枚が課題形状っていうのが出てたんですけども、今、現在のデジタル庁の数値は何なのかって言ったら、マイナンバーカードの累計申請件数が9743万5059枚、累計交付枚数が9337万4197、で、横にも人口に対する申請件数の例 77.、77.4%ってなってるんですけど、なんかまたちょっとね、数値違うんですよね。 元々のマイナンバーカードの発行元は総務省なわけですよ。だからマイナポイントなんかも総務省がね、管轄でやってたわけですけど、結局その発行元の数値がさ、水増しで改ざんされてたってわけだから、デジタル庁のこの数値をどう感じるか。まあ普通に考えればすげえプロパガンダだなっていう風に思いますけどもね。だってマイナンバーカードの普及とかそういった交付枚数については、この数値を元にさ、国会で発言したりとか、取材に応じたりするわけですから。とまあね、マイナカードの解体形状っていうのがあったわけですけども、 唯一褒められる点があるとするならば、この総務省がちゃんと間違いを認めて、今後は所有枚数とか交付率っていうのをきちっと発表するっていう風にね、提言はしてるんですよ。だから、そういった認めてるっていうところはまあ悪くないとは思いますよ。もちろんデータを改ざんしていたっていうところはかなりの滞在だとは思うけど。だけど、そもそもこのマイナンバーカードの運用方法がコロ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 変化してるっていうところがやっぱ問題だとは僕思うんですよね。 それについてはね、総務省の松本大臣からもこんな提言がありまして、こちらですね。マイナーカード暗証番号なしで交付、資格確認書自動送付、次々崩壊する制度に存在価値ない、そう突っ込みということで、ちょっとこっちの記事を見ていきます。7月4日、松本総務省は、閣議後記者会見で暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードを交付できるよう検討していると明らかにした。 福祉施設などからは様々なご意見をいただいておりまして、認知症などで暗証番号の管理に不安がある方が安心してカードを利用でき、代理交付の際の代理人の負担軽減にもつながるように、暗証番号の設定が不要なカードの申請受付交付について、今年11月頃から開始できるように今検討しております。このカードは暗証番号は利用できませんが、顔認証、目視確認によりオンライン資格確認を行うものとなってまいります。 マイナカードを申請する場合、最大で4つの暗証番号を設定する必要があるが、本人や代理人から申し出があった場合、暗証番号の設定を不要とする。健康保険証と一体化したマイナ保険証や、本人確認書類としての利用に制限されるが、暗証番号を覚える必要がなくなる。暗証番号の設定がないと、カードの個人向けサイト、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付サービスなどは利用できなくなる。現行の健康保険証を24年秋に廃止する方針は変わっていないと。と というわけなんですけども、もう率直な疑問言っていいですか暗証番号を不要にしたマイナ保険証が今の保険証と何が違うかが僕さっぱりわかんないんですよ。いやもちろんそういった人に配慮してこういう風に作っていくっていうのはわからんではないんやけど、いや別にさ、マイナポータルも使えないし、コンビニなんかでその各種証明書の交付サービスも受けれない。できることは暗証番号なしでマイナ保険証が利用できる。じゃあ今の保険証で良くないっていう風に思いません理解力が足りない僕にはね、なんかそうとしか思えないんですけどもね。 で、一方、公明党の山口代表は、同日の記者会見で、マイナカードの取得を進めることは大前提だが、取得は任意なので、カードを取得しない人が、健康保険を利用できない状況は回避すべきだと指摘。24年秋以降、マイナ保険証を持たない人に発行される資格確認書について、政府は本人の申請に基づいて発行し、1年ごとの更新が必要となる仕組みを想定しているが、山口代表は、健康保険の利用に隙間が生じないよう、プッシュ型で積極的に届けることを検討してほしいと求めた。 ま、これが、そのタイトル通りあった、資格確認証の自動送付ってやつですね。いや、これもさっきと同じ意見なんですけど、じゃあ別に紙の保険証廃止にせんでよくない。むしろ、ここで出てるメリットを考えたら、マイナ保険証の意義って、顔写真がついてるかどうかだけかなぐらいしかないんですよ。じゃあ今の保険証にさ、顔写真がつけばそれでよくないかなみたいな。だってこれマイナカードの返納の運動でもよく言われてるけど、カードを返納しても番号は与えられたままなんですよね。 っていうことは逆を言えば別にマンゴー持ってんねやからカードを作る必要性ってあんまりないのかなみたいな。今確かにマイナンバーカードの普及率ってちょっと上がってきてるけども、これは僕の勝手な想像ですよ。半分以上の人はマイナポイントに釣られたからだと思うんですよ。要は2万くれるからこのカードを作ったっていう理由だと思うんですよね。逆に言えばマイナカードを作ったけども、一度も使ったことがない人っていうのは半分以上いるんじゃないかなと思いますけど。逆にほんまに便利なやとしたら別にポイントで釣らんでも自然と作る人って増えたと思うから、 だって高速の ETC なんかでもそうでしょ最初ってさ、あんなんでいけんのかとか思ったけど、やっぱ便利やなってことになってくると、長い時間かけて普及していくわけですよ。だからカードの普及っていうのは、割と長期で考えた方がいいっていうのも僕あると思うんですけど、それをさ、強引に廃止することによって、事実上のさ、義務化にしていってる。で、当初の運用方法と全然変わってきてるっていうのが、さらなる不信感を抱かせてるっていうポイントだと思うんですよね。逆に政府がここまでゴリ押ししてくる政策っていうのは、 国民と政府とのこの信用問題っていうことを考えれば、生活が豊かになる、便利になるっていうよりも、口座と紐を付けて全部の資産を把握したいだけでしょそれで悪用したいだけなんでしょっていうことにしか思えないからっていう部分が大きいんじゃないかなと思いますけど。で、さらに今後さ、マイナ保険証で一本化していくとか、運転免許証とさ、一本化するとか話もいろいろ出てるやんか。って考えたら、これってもう事実上の義務化なわけですよ。だけど、マイナンバーカードは任意って言ってるわけですよ。 え、別にさ、番号をさ、一人ずつ勝手に振り分けたやったら、カード送ってくればいいわけじゃないですか。じゃあ、それってなんか理由あんのかなと思うと、まあ、それってやっぱマイナー規約にちょっと関連してるのかなっていうのもあるんですけど、えー、ツイッターでね、こんなんがありまして、マイナー規約一部変更されてますが、重過失かどうかの判断は結局国が行うので、変更したとしても、以前の規約とあまり変わりないというのがオッチということで、ちょっと見ていきます。で、これ実際にマイナポータルの利用規約にあるんですけど、えー、面積事項ってことで、第26条。 マイナポータルの利用にあたり、利用者本人または第三者が被った損害について、デジタル庁の故意または重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。規約の改正。デジタル庁は利用規約の変更が利用者の一般の利益に適合し、または変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に関わる事業に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。 本利用規約の改正後に利用者がマイナポータルを利用するときは利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされています。というわけでもうざっくり言っちゃえば何かあっても国は責任取りませんよと。でもその変更がせなあかんときはもう勝手にやりますからね。で、それはもう同意したっていうふうにみなしますからねって言ってるわけ。すごいでしょこれが規約に書いてるんですよ。つまり義務化すれば 当然何かがあった時は国が責任取るわけですよ。だって義務にしてんやもん。でも任意ってことはあなたが了解しましたよね。じゃあ何かあってもうちの責任ちゃいますからねっていうことが言えるわけですよ。だけどこの規約の中ではその変更はこっち側が勝手にできるんで。で、それで何かの不備があったとしても申請者のあなたでしょってことがこうやって書かれてるわけですよ。だから義務化にせんと、 あくまでも任意っていう形を取り続けてるんだなと僕は思ってますけどもね。それでもさっきのねツイートはありましたけど、改正されてちょっとマシにはなってるんですよ。じゃあ改正前どんなこと書いたっつったらこれですよ。マイナンポータル、面積事項23条。第三者が被った損害については一切の責任を負わないものとします。まあそういった責任取れませんよってことが、こう3つの項目に分かれて全部取りませんって言ってるわけ。 で、3条、自己責任で利用し、デジタル庁にいかなる責任も負担させない。4条、内閣総理大臣に対して次の事項について同意したとみなす。11条、金融機関に口座情報を紹介することについて同意したとみなす。24条、デジタル庁はいつでも利用規約を改正できるということで、これがマイナポータルの利用規約に掲載されてたわけですよ。っていうか今も掲載されてるんですけど。面白いでしょだから任意にすることによって、デジタル庁は責任取れませんよってことを言えるわけ。 で、4条とか24条。お上の連中がいろいろやったとしても、それは同意したんですよ。で、さらに、この11条ですよね。口座と紐付けてねってマイナポイントの話でも言ってるけども、それ紐付けたら紹介することについて同意したとみなすってことやから、勝手に紹介したって構わないんですよ。だから、そうやって利用規約なんかを見てくると、便利になるというよりも、やっぱりさ、こっちが本丸。資産なんかを全部政府が管理したい。で、その責任は取りたくない。だから、いろんな制度を変更してでも、このマイナンバーカードと一本化していって、 もうめちゃくちゃになってきてんのかなみたいな。で、今回は数字を改ざんして水増しで課題形上していたっていうこともわかってるから、そうやってしてでも取得させたい理由がある。これはそのマイナンバーカードの利便性とかじゃなくて、まあ結構陰謀論よりなところもあるかなというふうに思いますけども、出てくるニュースを見て、まあそれは国民が一人一人判断すればいいんじゃないかなっていうわけで、え今回はこれで終わりたいと思います。え、待てばったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。